ゴルフニュースポッドキャスト、ゴルフコンドル。この番組はゴルフに関するさまざまなことをリスナーの皆様と進めていくポッドキャスト番組です。おはようございます。9月25日水曜日、第87回ゴルフコンドル。私は司会の高木です。そして、西川塾長です。おはようございます。おはようございます。そしてもう一方、久々のご登場でございます、ビビットゴルフからバンバンコゆきろいさんです。おはようございます。おはようございます。いきなりなんかバンバンコで入りにくくなりましたけど、おはようございます。おはようございます。ゆきろいです。久々にバンバンコがちょっとこのフレーズ出てきましたけれどもゴルフコンドル、ビビットゴルフコンペ、開催しまして、はい、昨日じゃないですか、一昨日になりますよね。収録時では昨日になりますけど、無事にと言いますか、大盛況のうちに、ね、本当に、ね、大盛況でリスナーさんも、ね、喜んでくださいましたしね。でしたね。もうなんか長い一日になりましたけど、皆さんお付き合い本当ありがとうございました。いや本当ありがとうございます。塾長もお疲れ様でした。本当にはい、疲れました。塾長が一番早くゴルフ場ついておられましたよね、多分。そんで一番最後に出ていたですよね。着いたのが何でしたっけ。俺家着いたの何時やろ。9時8時半か。ああ、私9時でしたよ。ああ、僕も9時ぐらいですよ。まあ本当に塾長は朝、5時半出発の、はい、家に帰ったのが、9時前ということで。ああ、なるほど。まあ本当に長い一日だったんですけども、まあリスナーさんともね、いろいろお会いしたり一緒にプレイしたりできたんで、本当に楽しい一日だね。はい。まあ、またこの、CB コンペの内容は番組の、ね、中盤以降に、お話しできたらなと思います。CB コンペ後のこのゴルフコンドルなんですけれどもね、やっぱり塾長ニュースはちょっとね、一応やらせていただきます。いらんよ。一応やりましょう。ゆきろさん、お付き合いよろしくお願いいたします。いらんやん。いらんいりますよ。一応でうちゴルフニュースポッドキャストですよね。ですよね。はい、はい、一応やらせていただきます。ゴルフ情報アルバ .net の記事です。横峯さくらが47位に浮上、女子世界ランキング。23日月曜日ね、これ CB コンペがあった日ですけれども、最新女子世界ランキングが発表されましたというこのニュースでございます。先週マンシングウェアレディース東海クラシックで今季2勝目を挙げた横峯さくらが、前週から8ランクアップの47位に浮上ということで、まあ、こういうニュースなんですけども、塾長、この横峯さくら選手20勝目ですね。20勝目。ええ、すごいね。すごいですよね。で、ゆきろさん、この合計獲得賞金ですか、はい、生涯獲得賞金、はい、が9億円を超えたらしくて、いやすごいですね。これやっぱり女子のスポーツの中でやっぱり一番稼げるスポーツって言うと、何か音入ってます。今おかえり。ああ、おかえりなさい。すみません、ちょっとよろしいでしょうか。いいよ。はい、まあ、この女子のスポーツで言いますと、やっぱりゆきろさん、このね、まあ、ゴルフ、まあ、テニスっていうのが、まあ、稼げるスポーツで、ね、有名なのはありますけれども、やっぱりでも9億円で女性アスリートが稼ぐっていうのはこれ半端じゃないですね。これですよね。ジャンボ尾崎でどれぐらいでしたっけ。ジャンボ尾崎ですか。ジャンボ尾崎はすごいですよ。すごいですよね。ジャンボ尾崎はもっとすごいですよ。だって通算レギュラーツアーでも80勝か90勝かしてますからね、あの方は。なんか急に振るなってことですね。そうです。もう急に振られたら困る困る。本当に調べてないんでね。失礼しました。いえいえ、ありがとうございます。ね、塾長、このさくらちゃん、うん、まあ、今シーズンは2勝目ということで、まあ、ちょっとね、はい、昨年よりかは調子がいいんですけれども、はい、なんかなんかコメントありましたら。ちょっと痩せたよね。あ、さくらちゃんですか。なんかちょっと顔痩せて可愛くなったような気がするんだけど、はい、あ、ちょっとすっきりしてるんかなみたいな。うん、
あのスイングって最近のスイングご覧になられてます？ずっと一緒じゃんの。あ、もう全く一緒の、まあ、言うたらもう真上にガーン上げてヘッドが左に見えるような感じやろ。そう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 、あのさくらちゃんしかできないようなスイングですけど。そうやな、このあのスイングで、うん、ドローを打とうとすんねんからな。ああ、もともとフェードしか打てへんかったから。うん、だからこの子も B タイプやな。そうですね、 B タイプですね、完全に B2 タイプ、まあアウンのゴルフで言いますとね B2 タイプでございますけども。でもこれ世界ランキングその47位になって、はいはい、世界に行けんの？いや、この、47位になったら、まあ、マスターズみたいに50位以内に招待状来るとかそんなんはちょっとまだ分かりませんけれども、うん、まあ、メジャー大会に優先に出れるっていうのはもちろんあるでしょうね、まあ、世界ランキングですから。まあ、ちなみにと言いますか、今の、現段階でのですね、1位はインビーパーク選手韓国、まあ、2位はスーザン・ペターセン、3位ステイシー・ルイスの上位に変わりはないんですけれども、日本勢の最高位は宮里藍の14位、宮里美香の19位ということでね、引き続きゴルフ情報アルバ .net の記事です。タイガー09年以来の年間王者ならず、フェデックスカップ2位でシーズン終了。塾長ありましたね、これフェデックスカップポイントレースの話前回ね、うん、やりましたけれども、はい、プレーオフシリーズ4試合終えまして、はい、2013年シーズン終了が確定と、はい、それでドイツ銀行選手権、最終戦のザ・ツアー選手権を、優勝しましたヘンリック・ステンソン、はい、スウェーデンの選手が年間王者になりましたというこのニュースでございます。はい、ね、これゆきろいさん、はい、陸上このびっくりすること言いますよ、はい、このフェデックスカップポイント1位になりますとね、うん、これ本当僕この額見てびっくりしたんですけど、約日本円で10億円もらえるというね。すごいです。コンドルポイントとどっちすごいんですか？コンドルポイントの方がすごいですけど。コンドルポイントの方がすごいですよ。いやね、そうですよね。そう、まあでも一応円に換算しますと、このフェデックスカップポイントチャンピオンになると優勝賞金とは別にですよ。もう全ての賞金とは別にボーナス10億円。すごいですね。優勝賞金は何ぼなん？優勝賞金はですね、1億何ぼあったんですよ。うん、あの最終戦ですね、ザ・ツアー選手権、うん、だからこのヘンリック・ステンソンはですね、この最終日優勝したことによってですね、うん、この人生涯獲得賞金が今まで14億円だったんですよ。はい、まあ、それもすごいなと思いますけど、でもこのザ・ツアー選手権で優勝したことで、もう優勝したその日に11億なんぼ稼いじゃったというね、うーん、ものすごい賞金なんですけどね。それって生涯獲得賞金に入るんですか？入ります、入ります。ああ、なるほどね、大きいですよね、じゃあね。一応フェデックスカップっていうね、あのポイントレースになってますんで。10億か、はい、ね、俺もプロゴルファーなりたい。私もなりたい。僕もなりたいですよ、もう。っていうかね、あのどこに行ってもメンバーフィーで回れるっていうのがいいですよね。あ、そうやね。そうなんですか、プロゴルファー。羨ましいのがあの手袋の支給ね。手袋ね、ボール、シューズね。私ボールはね、あんまり OB しないんでね、羨ましいと思わないんですけど、手袋は本当羨ましいですよね。いや、でもユキロイ、ボールなんてね、あのアプローチとかするやんか。はいはい。ほんならもうこれ使わないって言うんやで。ですよね。私らワンラウンドぐらい使いますからね、ボールは。そうです。いやー、俺下手したら3ヶ月持ったら3ヶ月使うで。もうギタギタでしょ。もうギタギタのズルズルズル向けみたいな。いや、私どのぐらいで変えたらいいんですかってこの間たまたま聞いたんですよ、プロにね。あ、プロの方ね、はいはいはい、だからやっぱりね、飛びが変わるからちょっとでも傷ついたら変えるって言ってましたね、3ホールぐらいで。あ、そうなんですか。うん、ちょっとまあカートで跳ねたりとか、まあね、アプローチでちょっとまあ入ったりして傷がついてて、これどうですかって、ダメですって言われました。
マジですか。その後付け足しでね、ゆきさんのゴルフで関係あるかどうか分かりませんけど、うん、プロには飛び方変わりますからって言われましたけどね。なるほど。ひどいでしょ。ひどいね。多分ね、それはね、ゆきろい、正直、はい、言い過ぎ。言い過ぎ。言われすぎました。言われすぎ。僕もね、1日の試合でボール持つの6球やで、プロで。あ、プロで。うん、ワンスリーブ開けて、うん、俺2球持ってプロ1球使うやん。はいはいはい、はい、でもそれで OB 戦型も大概それでいくか、うん、ダボ叩いたりしたらもうちょっとこう変えてって言って、そのボールが悪いから なるほどね、気分転換でね、気分転換で変えるっていうのあるけど、ね、カート道は分かるけど少々のことでは、まあそのね、あのプロによっても違うっていうのももちろんあるでしょうしね、その辺は。でしょうね。うん、まあ、ここ P 入れてくれてもいいけど、はい、市販してるボールとプロのボールって絶対違うからね。そうですね。それ聞きました。私もだからね、あの、うん、もらったボール使うようにしてるんですよ最近。それが私にどこまで有効でいいかどうか分かれへんけど。ああ、なるほど。まあ、なんかちゃんと深淵とか、なんか計算して検査されてるんですよね。そう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 、あれね、 A 級 B 級とかありますからね。だから僕らが市販されてるのは B 級やからね、うん、ねえ、それに高いお金出して買ってるのにね。そうなんですよ、そうなんですよ、失礼な話ですよね。だから僕ダンロップで叩いて買うんですよ。まあね、このいろんなプロにもらえばいいじゃないですか。いや、名前入ってるからなかなか使えないんですよね。あ、それは確かに。まあ、このフェデックスカップのねお話からボールプロはいい、ね、飛びすぎですよね、はい、プロはいいなっていう、うん、もう羨ましい話に行きましたけれども。ですよね、うん、2時間ぐらい喋って30分ぐらい編集するんですよねこの番組ね。そんなことないですが、僕がしんどくなるだけですからちょっと頼みますよこの後もね。行ってきますか塾長。はい、太田よりひどいかもわからん。ひどいわ、ほんまに。ね、これもうあのリスナーさんも CB コンペの話が聞きたくて待ってるんですから、ね、ですね。CB コンペの話はちょっといいですよとか言っとったり、打ち合わせで。いやいや、そんなの半分以上使いますよ今日は。ニュースちょっとにしようと思ってたのに。まあ、ちなみにですね、私あの CB コンペでボールはあのロストボール使ってプレイしましたんでね、私は。あ、そうなんですか。そうです、そうです。どう、何の自慢なのそれは。いや、あのボール新品をあの忘れちゃってっていうだけですけどね。ああ、なるほどね、そう言いたいの。そういうちなみに私と同じ組の方は、はい、ボールなくなりそうでまずいからってあの自分の帯ボール探して見つけた他のボール全部持ってダウンしましたけどね。なるほど。泥棒ですやんそれ。いや泥棒、ボールなくなるかもしれへん、やばいとか言ってね。おーおー、拾ってましたね、見つけたロストボール。僕はヘビと遭遇しましたけどね。あ、そうですか。はい、まあこの10億円の話からもうコンペの話に行ってますんでね。ちょっとこの後 CB コンペの話行かせていただきます。行きましょう。はい、はい。いつもだったらここからねコメントのコーナーなんですけれども、今日コメントちょっとお休みさせていただきまして、私ども3人で、CB コンペ総括というねことでちょっと話していきたいと思うんですけれども、9月23日ね、無事に CB コンペ終了いたしまして、ね、ゆきろいさん天気もよく、はいね、暑かったぐらいですよね。でも暑かったですね。もう昼間はまだ真夏でしたね。真夏、本当になんか31度ぐらいあったらしいですよ。あ、そうなんですか。はい、天気予報で。ああ、やっぱりね、かなり暑かったです。暑かったですよ。なんかあの日焼け止め塗ってない男性が多くて、あ、結構あの僕ら表彰式で前にいたじゃないですか。はいはいはい。結構男性がね、真っ赤っかな人が結構いましたもんね。飲んだんですかみたいなね。そうそうそう、飲んだん状態でね。そうそうそう、そうなんですよ。塾長ね、いろいろ塾長にもコンペ始まる前までね、いろいろご準備していただきましたけれども、いいえ、ね、やっと終わったという感じなんですけれども。お前な、終わったな。うん、でも第2回もう来週やろ。来週って。早っ。早っ。びっくりするわ。びっくりしました、今。来週はちょっとびっくりしますわ、ほんまに。ね、まあ、まだ第1回だったんでね、これ第2回、第3回でやっていこうと、まあ、もちろん思ってるわけなんですけれども。うん、ね、とりあえず人数の方がですね、34名来ていただきましてね。
嬉しいですよね。たくさんの方に参加いただいて本当にありがとうございました、うん、ね、このリスナーさんがもちろん主だったんですけれども、まあね、あの私どもが参加してます関西 K クラブのね、うん、メンバーさんも来ていただいたりとか、はい、であとイリーさん、ね、イリーカンパニーのイリーさん来ていただいたり、そのお友達ね、あの綺麗な女性ね、来ていただいたりとか、塾長ね、お綺麗でしたね、あの方。はい、綺麗でした。一緒に回りたかった。塾長、朝からね、2人か3人ぐらい、この方と一緒に回りたい、この方と一緒に回りたい。言ってました。3回ぐらい言ってました。言ってた、言うて、あの受付のとこでしょ。受付でね。言ってましたね。はい、相方のちえ姉さんに怒られました。ちえ姉さん。思ったらすぐ口に出したらあかんって。おっしゃってましたけど。ね、でもこの、うん、競技方法ダブルペリア方式、まあ、これあのゆきろいさんのところでも、ね、あのビビットゴルフでも説明ありましたけども、はい、新ペリア方式ですね、はい、ですね、新じゃない、新ペリア方式で、はい、打数制限が1ホール、ダブルパーまでの計算なんですね、これなんか各種ホールですか、はい、で、ハンディキャップ制限が男子36女子99でやりましたけれども、まあ、順位終わってみると、まあ、これなかなかこのシンペリア方式では珍しいなと思うんですけども、ベスグローのね、一斗君という方が、優勝でね、ね、これ東、まあ、東中コースでやったんですけども、東が38、中が36パワープレイね、グロス74。もう一人いましたね、中が36っていう方ね。中36おられましたね。いてましたね、なんかね。8番ホールまでね。もうそれはさらっと流して、じゃあ、1とこの話に戻ります。いや、多分ね、その人ね、ちょっと待ってください。難かった人ちゃうかな。俺、ロストボールでずっともう回ってた人と。俺ですか。朝ボール忘れたから、ロスト使って、36でパープレしちゃったみたいね。そうそう。あー、いましたね、いましたね、それはね。ちょっとやらしい人やね。やらしい人ね。いや、やらしい人は塾長じゃないですか。塾長やらしい。いや、でもこれね、本当に、まあ、ちょっと一斗君の話からしたいんですけど38、36、74ハンディキャップ 3.6 素晴らしいですよね、素晴らしい、ネット 70.4 ね、優勝で、サトルさんからいただきましたバッグを彼が持って帰ったという塾長ね、ね、まあ、まあしゃあないな、コーキーがめっちゃ欲しがっとったのかな、欲しかったで、僕本気で狙ってましたからね、いや私も欲しかったですよ、あれかっこよかったですよね、本当かっこよくて、もう欲しいなと思ってね、私も欲しかった、ほんじゃもう一番うまい人が持って帰ったってね、ねえ、なんかもう74ってすごいうまいけど、でも76とかもすごいうまい人いましたね、いましたね、そうですよ、いましたね、どんだけ戻すねんみたいな、いましたね、そう、僕聞いてください、これ本当聞いてほしいことがあって前半ね、東僕40だったんですよ、はい、40で後半36なんですけど、うん、後半ね、1番ホールから8番ホールまでで、うん、3バーディー1ボギーだったんですよ、うん、あーパープレー2アンダーじゃないですか、2アンダー後半だけで言うとね、はい、2アンダーだったんですけども、その最終ホールの、ティーショット OB しちゃったっていうね、あれどこ OB すんの、そうなんですよ、右側に OB しちゃった、右に OB、右に、まあ、ちょっと右ドッグレッグだったでしょ、そうやったかな、そうゆきろさんやったらこうドローでなんかちょうどいいようなホールだったと思うんですけど、はあ、あんま覚えてないですかね、めっちゃ覚えてないですね私ね、なかなか覚えないですねコース、うん、まあ本当にね、プレー時間が長かったじゃないですか、全部詰まってて、ですよね、混んでましたね昨日ね、僕も精神的にもなかなかこう、でプレー法がないコースだったんで、それが込みの原因ですよね、でもね、そうですよ、ね、それが込みの原因で、だから僕一組目だったんですけど、前の組がもう やっぱり混んでましたもんね、ずっとですよね、うん、ずっと混んでて、私の組でも T グラウンドで8人ぐらいいたりね、時々ね、へえ8人ぐらい打ったりねしてましたからね、同じ人が1人4役かなんかしてね1人ねのこれプレーもないって終わらないな、ティーグラウンドみたいな感じになってましたけどね。うちの組もいましたよ。うちの組もね、4、5回打ってる方いましたからね。でしょ。
だって私、レディースティーでちょっとまあ前に出て待ってて、その後ろ7人打ったなとか、8人打ったなみたいな数えてましたからね。いや、でも本当にプレフォーって結構大事だなって思いましたね、改めて。アマチュアの進行にはね。アマチュアの進行は特に。ねえ、そうですよね。でもそういうの分かってたら、全ホール、ほんま、ミドルは残り100からプレフォーで、作ったらよかったね。勝手にルールをね。勝手にね。勝手にルールを、ロングやったら残り200からプレフォーしてくださいとか。そうですね。いや、本当にまた次回ね、そういうコースでやるときはもうぜひそうしたいと思いますけれども、はい、ちょっとスコアちょっと発表しましょう、私どもですね。はい、ですね。ゆきろえさんが、私のスコアですか？もちろんもちろん。前半が40です。後半43。もうね、緊張の糸が途切れてというかね、なんて言うんでしょうね。でもちょっと難しかったですよね、女子には。女子には本当難しかったですね。ね、その全部ピンに向かって打ったら、なんかちょっと顎が出たバンカーの奥とかね。そうそうそう、うん、なおかつこうグリーンが小さいから、こうバンカーを越えたら奥まで行くしみたいな。そうそうそう。いう感じでしたね、ちょっとね。そう。ゆきろさん、やっぱバンカー結構打ちました？ね、私はバンカーを越えて奥にこぼれたとか、うん、あとはもう、なんていうかな、バンカー避けてピン狙いじゃなく花道に刻んでとかね。あ、なるほどね。グリーンの右端からアプローチにしたとか、そういう感じでしたね。ね、結構だからパンオンしなかったです、昨日は。ああ、そうですか。はい。いや、でもね、しっかりと、まあ、女子のベスグロは持って帰って行っちゃったっていうね。いや、危なかったですけどね。なんか上手な女性いましたよね。そう、一人なんかいたよね。85ぐらいで回ってる人って、ね、そうそうそうですよね。4342の85でね、リスナーの信江さんって方が、前日にいきなりいいですかということで、お連れいただいた女性の方ね。リスナーさん。いや、うちのビビットももしかしたら聞いたことないような方なんですけどね。ああ、そうなの。ちょっと分かんないんですけど、女性の方はね。女性の方は、はい、はい。これから聞いてくださいねって言いましたけど。で、85の方もいましたし、86の方もいましたしね。ですよね。はい、こちら準優勝の方で。そうですよね、はい、86の方ですね。はい、お友達、4343で86で回られてね。はい、へぇねえ。この方はあれですよね、イリーさんのお友達。イリーさんのお友達です。ですよね、はい、すごい飛ばし屋の、はい。あ、そうなんですか。飛ばし屋ですよ。だから私、女子のドラコンの最終ホールじゃな、うん、最終組だったじゃないですか。はいはいはい、はい。で、私の前に、私たちのゴルフ仲間 で、うん、までは一番飛ぶって言われてる子が前にいてね。ほうほう。で、その子打ってるのティーショットをちょうど、まあまあ、混んでたんで、かぶって見てたんですけど、うん、全然届かないぐらい先にいて。この子でも届かないぐらい飛ばす人どこにいてるのみたいな感じでね。で、聞いたイリーさんの連れてきたお友達で。へー、すごい飛ばし屋ですよ、この。だから86点で回った方。へー、まあ、この方は、ね、資格ですね。資格です。下の名前だけで言います。てるみさんって方なんですよ。てるみさんね、うん、だって塾長、最後に私旗を置いて回収してもらった時に男子と同じぐらいのところに大体立ってたでしょ。立ってたでしょ。それやったら結構すごいですね、やっぱり、うん、私の飛距離から言うとね、20ヤード30ヤード置いていかれてるぐらいの。あ、そんなにですか。そんなにそんなにそんなに。へえ、かなり飛びますよ、あの方。だから私の友達仲間で飛ばし屋と言われてる子でも追いつかないぐらい。すごいな、それすごいですよ、この方。いやいやいや、でもゆきろえの方がスコア良かったよね。ね、まあゴルフはね、飛ばすだけじゃないんですよね、こうちゃんね。そう、僕に言わんといてください。僕に、いや、僕も結構アプローチ頑張りましたよ、今回は。ですよね、今回はもうアプローチ、すごいアプローチ何個もやりましたし。いや、そりゃそうですよ。だから昨日、なんか最近調子いいって聞いて、もしかしてドライバー機能持たなかったのかなと思ったけど、やっぱ今回落ちました。それビビットでも言ってましたね。ドライバー持たなかったのみたいな感じ。いや、遠くからちょっとね、ややこしいとこ行くみたいなね。いや、ほとんどドライバー持ちました。ああ、そうなんですか、はい。じゃあドライバーの精度が上がったっていうことですね。上がったんすけど、最終ホールだけ OB 出しちゃったんですよ、これ。だけね。いや、OB2 発出したんですよ、僕実は。で、76? はい、OB2 発出して76なんですよ。あ、じゃあもうちょっとコースのマネジメントができるようになったらパープレイですよね。そうですかね。そうですね、やっぱり。はっきり言って、でもいらないでしょ、ドライバー。
いりませんね。ね、どっちかというとそのフェアウェイ狭くて、まあね、男子にとってはそんな長いコースではなくてね、まあちょっとトリッキーですよね。ちょっとトリッキーだから、だからコーチャーなんか言うと、まあ7番や6番や2回打てば届くみたいなミドルでしょ結局。そうそう、僕びっくりしたのが、ね、あの前半の、東のロングホールあったじゃないですか、5番だったかな、はいはい、2つ目、はいはいはい、それ僕ドライバーで打ってでフェアウェイ乗らなかったんで、はい、ドラコン取れなかったんですけど、はいはい、僕残り9番やんですからねミドルやん本当に僕自分でもびっくりしましたもん、残り150みたいな。だからそのまとめにかかって例えばドライバーばっかり持たずに行ったら、はい、アンダーとか出ますよね、はい、じゃあこうちゃんねえ、ね、やっぱりドライブ持ちたいですよね、もちろんね、まあね、まあそうですよね。いやいや本当でも、なかなかこう、まあ、楽しいラウンドができましてね、はい、あの塾長が一緒に回られた方はリスナーさんの、堤さん、若尾さん、そして神戸の秋さんだったんですけれども、うん、ね、塾長最終組で、ね、頑張っておられましたけども、はい、ね、なんかコメントいただけませんかね。どう言うたらええのどう言うたらどう言うたらええの、いや、どこまで、あ、その神戸の秋さん、いやいや、いや神戸の秋さんも若尾さんもあの堤さんもあのどういう方でみたい な, なんかそんな、どう堤さんは僕長浜で、はい、近くの長浜でなんか違うコンペで一回知り合ってるん、はい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 、でたまたま聞いてくれてはって、うんうんうん、で若尾さんは前回の違うコンペ行った時に初めて会って、はい、でもう一人の誰だったっけ、神戸の秋さん、神戸の秋さんは初めて会って、はい、でまあまあ、ビッグスコア出してはんねんけどね、ビッグスコア、はい、でも僕らのこの番組を聞いて、はい、ゴルフを始めましたって言ってね、え嬉しいじゃないですか。ゆきろさん、最近ね、聞きすごいですね、それ。番組を聞いて、ゴルフを始めて、ね、第1回のコンペにもう参加できるという。そう。すごい。え、その方は何点ぐらい叩かれたんですか？ブービーメーカーの方です。メーカーの方。メーカーさんの。はい。メーカーさんです。ははは。はい、そうそう。いや、でもその、なんていうんですかね、その精神力がすごいですよね。いやいやいや、ラウンドはもう8回ぐらいしてるんですって。あ、でまあ一応最初レッスンプロに習って、うん、で練習もちょいちょい行って、うん、でまあ今回まあどんなスコアでもいいんで皆さん来てくださいねって言って来てくださったんですよ、うん、だからゴルフ始めてまだ1年弱なんです、僕らと、ね、僕らの番組と一緒なんで、うちの番組と一緒ですからね。偉大な番組ですね、それなんかね。そうですよ。偉大ですよね。ゴルフ界にだいぶ貢献してますよ。ねえ。僕でも正直なところね、うん、最初 T ショット見て、これ、後期偉いの掘り込んできたなと思ったんですよ。やらかすなと思ってて、これ俺今日、一日ゴルフ終わんのかなと思ったぐらいやってんけども、はい、なんかちょっとその、2ホール目か3ホール目終わったぐらいにその話を聞いてちょっと感動して、ああ嬉しい、ちょっと教えながら、ああ塾長のレッスンが、ね、まあレッスンっていうほどじゃないけど、はあ、いやでもね、なんか感動的な物語ですよね、それ。いや本当にこれ JGTO からなんか表彰もんでしょ、ね、塾長、絶対ない絶対ない、ない、いやいや、その方が今後、まあ、シングルになってね、競技のゴルフで優勝するのことになれば、そうそうそう、僕 の, あのゴルフのきっかけはゴルフコンドルですって言ってもらえれば、もう想像するだけで涙出てまうわ、これ本当に、ね、ぜひその方にシングルになってもらって、競技出てもらって優勝してもらいましょうよ、はい、本当ですね、師匠は塾長ですっていう感じでね、うん、どうですそれ、ね、物語、そう、きっかけはゴルフコンドルでっていうことで ね最高じゃないですかそれ、いいですね、うん、いやいやね、いや素晴らしいお話でね、ぜひ頑張ってもらいましょう、頑張ってもらいたい。はい、とりあえず、コンペの総括前半が終了しました。お疲れ様です。お疲れ様です。前半が終了したって言っても、まあ正直これああの後取りなんで全部取り終わってからね、まあ、これ今撮ってますけど1時間ぐらい喋りましたよ、知らない間に1話を、もんでそれを半分にして、まあ、今エンディング、前半のエンディングですけれども、ね、はい、もうゆきろさん眠たいんじゃないですか、大丈夫ですか。もうね、とっくに眠たいでちゅうとっくに眠たいです
コンビで中。コンビで中か。これ、これもしかしたら、もしかしたら、でか。ダメで中。気持ち悪い。気持ち悪いことなってますけどね。はい、気持ち悪い言うな。お前が言えへんからやないか。すいません、申し訳ないですね。はい、これもしかしたらあのデチューの話は後半から入ってるかもしれないんでね。それ最悪、はい、それ最悪ですから、ね、本当に気持ち悪い2人になってますよ。ただの気持ち悪い2人デチューか。本当に気持ち悪いね、あのただの2人デチューよ本当に、ね、はい、それでは、前半ねここで終わりたいと思います。ゆきろさん、そして合言葉ね、じゃあ合言葉じゃない、締めのあの言葉いきたいと思います。お願いします。ビビッとゴルフコンドル。はい、前半終了でございます。お前ここでデチュー言えや。デチュー言えや。待ってたのに。いやだからデチュー、リスナーさん、デチュー言うてたら後半そこつながるがな。お前リスナーさん、あのデチュー意味わからない人いっぱいいますからね、絶対。まだでも最初のデチュー、前半でデチューが分かれへんのに、はい、後期がデチュー言うといたら、はい、後半を聞いたときに、あ、これねってなるのに。あ、なるほどね。もう大丈夫です。はい、リスナーさん、前半お疲れ様でした。後半お楽しみに。強引やわ、そういうとこ。